この日記にはかっこいいジャンプ技を披露してもらいましょう。まずは台の上に来て、台から背中にジャンプ。 OK、 できました。さあ、それでは次に挑戦するのは足くぐり。開いた足の間をジグザグに通っていきます。息を合わせて1212、もう順調始まってきて、エールが先にゴールピアーもあと一歩ゴールできました。さあ、それではここで皆様にジャンプのご協力をお願いします。輪っかをお座りしたお客様、今輪っかを前に準備してください。ヒールの輪っかジャンプ、さあ、どう1歩目、 OK、 2歩目も、バッチリ3歩目、お見事できました。高さが上がったハイジャンプに挑戦です。それではピアとエール、輪っかをよく見て、エール、 OK、 ピアもバッチリ決まりました。元気いっぱい人気の箱根でお別れです。最後は可愛く決めていきましょう。ピアという皆様の前に集合して、最後は仲良くハイタッチ、ジャンプできました。頑張ったのはピアのエールでした。今日の調子はどうですか？ブブってあまり調子良くないみたいです。じゃあマイペースに行ってもらいましょうかね。みやこちゃんの好き嫌い聞いてみようかな。みや、お願いみやこちゃん、私がいつもあげてるキャットフード美味しい？はや、あまり美味しくないらしいです。ごめんなさい。わかりました。今あげてるのお肉なんですけど、お肉の方が好きってこと？どう？お肉の方が好き？なんで？マロンチじゃないらしいです。おかしいな。でもね、私絶対丸をしてくれる質問を考えてきました。違うよ、赤い方だよ、赤い方。そう。準備はバッチリ。私のこと好き？なんで？おかしい、もう一回いきましょう。私のこと好きでしょ？なんで？はい、じゃあこういうことね。私のこと大好きなんだよね。はい、できました。息割れがはっきりしているみやことはここでお別れです。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。ということで次はこちら、このボールを使ってハンティングを披露してもらいましょう。ハンティングは一瞬です。見逃さないようにしっかりと見ていてください。それでは読んでみましょう。ウーロン、やってきたの。メンタル、名前はウーロンハンティング、大成功できました。さあ、それではもう一度いきましょう。今度は向こう側に向かって跳ねるボールの自分を転がれるものは簡単に捕まえることができたので、難易度を上げていきましょう。空中に浮いている獲物ならどうでしょうか。猫の体のバネを使って高いジャンプでハンティング。 OK、 できました。迫力満点のハンティングを披露してくれました、ベンガルのウーロンでした。小さな丸太、4つの足で乗りこなしてもらいましょう。丸太乗りに挑戦です。じゃあ丸太ここにセットしようかな。近いですね。カメラの準備はよろしいですか。さて、この丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っていたようです。皆さん、どこかで猫見てませんか。出してみて。どこ？あの猫は寝てるだけです。違います。ほら、いるじゃないですか。探してみて。足音が近づいてきました。見てました。ステージ中央の穴から登場、やってきたのはラパーマ。お名前はラパと言います。ではラパちゃん、皆様にかっこいいバランス感覚を披露しましょう。この丸太に乗ってみて。そう、乗って惜しい。もう一回、ラパちゃん、こっち乗って始まりました。ほら、どうですか皆さん、ご覧ください。ラパかっこいいよ。ここまで来たところで、ゴール頑張りました。いやー、素晴らしい。何かおかしかったですか。なんで笑ってるんでしょう。わかりました。じゃあ場所変えてもう一回いきます。今度はこっちで。ラパちゃん、なんだか笑われていたので、もう一回いきますよ。さあ、乗ってみて。この丸太に、ラパちゃん乗って。そう、乗って。ほら、どうですか、皆さん。見てください、ほら。何回見ても2本足。後ろ足保ってる。待って、ヤコロ転がして、転がして、いいことができたところで、丸太乗り並んで、丸太転がしでした。
乗りこなすの難しかったみたいですね。大きいものを準備しましょう。次に使うのはこちら。おお、大きなボールが出てきました。ボールが出てきたということは、ラサちゃん今度は玉乗りに挑戦です。じゃあボールここにセットしますよ。自由気ままですね。帰っちゃいました。もう一回呼び戻します。皆様、あの穴にご注目。ラサー、きっときます。覚えてますよね、さっきの小さい猫。ほら、足音が聞こえてきました。見てて見てて、来ました画面違う猫です。やってきたのはエキゾチックロックヘア、お名前夏目くん。今日はラファの代わりに夏目くんが玉乗りを披露してくれるようです。このモフモフの大きな体で乗りこなしてもらいましょう。夏目の玉乗りは一度しかやりません。皆様しっかりと見ていてください。まずは肉球敵を追いかけてボールに近づいていきましょう。さあ、そう、夏目くんはこのボールの上に3倍待ってみて。そう、それでは行きましょう。夏目の玉乗り、スタート。乗って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 、ほら、どうですか皆さん、ご覧ください。ここまで来てゴールで上がりました。さあ、素晴らしいバランス感覚を披露してくれました。頑張ったのはエキゾチックロングヘアの夏目くんでした。バイバーイ。バランス感覚の優れた猫がいるんです。ということで、次はこちら。中央にある長い綱渡りに挑戦です。早速チャレンジャーが樽の中からやってきます。やってきたのはロシアンブルー、お名前は若葉と言います。それではまずは若葉は階段を慎重に登っていきます。足元バツ印が書いてあるところは通らないようにお願いします。若葉ちゃん、螺旋階段もゆっくりゆっくりと登っていきましょう。準備ができたら綱渡りはスタートです。綱がグラグラと揺れています。若葉気をつけて。皆様ご覧ください、真剣な表情。尻尾を使って器用にバランスをとっているのがわかるでしょうか。始まりきたら大きな拍手をお願いします。もう少し気をつけて、ゴールできました。若葉ちゃん今日絶好調です。ゴール台からスタート台まで戻ってくれるようです。皆様、往復するときは私と一緒に手拍子で応援してください。お肉を食べて力をつけてスタート。せーの、頑張れ頑張れ若葉、頑張れ頑張れ若葉、我慢分もうちょっと最後まで気をつけて、頑張れ頑張れ若葉、頑張れ頑張れ若葉、あと少しもうちょっと慎重に最後まで、頑張れ頑張れ若葉、皆様、タルトの尻尾にご注目。上にまっすぐピンと立っています。これは猫が集中している証拠、楽しんでいる証拠です。お邪魔します。吹いている間にラストを取って最後まで張り切ってお散歩していきましょう。始まりしたところでお散歩は終了です。前列のお客様、お膝の上お邪魔しました。皆さんご協力ありがとうございました。はしごは上下に時空雑に渡りきることができるか、もう一度時空雑に OK、 トンネル崩して最後は垂直拾い OK できました。そして